デカミちゃんと巡る東京工科大学八王子キャンパス、イエーイ。でもちょっとそろそろお腹空いてきましたね。あ、いいこと言いました、うん、じゃあせっかくなんで、はい、食堂行きましょうか。あ、やった、いいんですか。行きましょう。いや、ちょっと食堂も絶対懐かしくなっちゃうな。あ、え、なんですか。いや、めっちゃ記憶蘇ったけど、けどめちゃめちゃ綺麗になってる。ちょっと待って、こんなおしゃれじゃなかったよ。本当ですか。はい、多分ですけど、食品サンプルも絶対新しくしてます。もうちょっとあの想像つかない食品サンプルだったんだけど。古い町中華的な。そう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 。そうですか。何食べてたっけな。でも結構カツカレーとかオムライスとかそっち系食べてましたね、私は多分。で、私やっぱり、はい、当時も食べてたんで、カツカレーにしようと思います。おー、攻めますね。はい、分かりました、行きましょう。カツカレー、私はローズそば。さあ、じゃあ食べましょう。はい、いただきます。はい、あー、この感じが本当に懐かしい。あ、食べてる。あ、こんにちは。こんにちは。え、ちょっといいですか、お食事中に。いいですよ。わ、え、めっちゃ食べてる。めっちゃ食べてる。で、一方でコンビニ飯食べるかもいい。いつもこうやってみんなで食べてるんですか。そうです、みんなで食べてます。え、これちなみに何ですか。ザルうどんです。あ、お気に入り。はい、おき、あ、蕎麦の方が美味しいです。あ、蕎麦の方が美味しい。今日はちょっとうどんの気分。はい、うどんの気分ですね。え、お兄さんは何食べてるんですか。これはザルラーメンです。ザル人気だな。唐揚げまでつけて。そうです、美味しいです。みんなはこう、な、何友達。これは同じ学科。同じ学科。へぇ、はい、何学科なんですか。スポーツ。スポーツ。はい、めっちゃそんな感じしますもんね、やっぱ。確かに。めっちゃスポーツっぽいなと。ではカツカレーいただきます。うわー、めっちゃうまそう。いや、変わんないわって言いたいとこなんですけど。とこだけど、なんかボリューム増してる気するんですよね。うわ、うまそう。そして野島さんは。はい、私はあのローズそばです。これね、あのタヌキもキツネも乗って330円ですよ。安っ。買い得。いやー、いただきます。うまっ。めっちゃ美味しい。味変わってない。なんか全員好きな味なんだけど、ちゃんとコクがあるというか。なるほど。うん、ちょっとスパイスも効いてて、うん、でも辛いの苦手な人も食べれるぐらいの、うん、ザ・学食のカレー。めっちゃ美味しい。いや、もう懐かしい味でしたね。しっかり完食してましたね。しっかり完食しました。さすがです。野島さん、次はどこ行きましょうか。続いてはですね、はい、とっても高い顕微鏡があるんですよ。うん、おとっても高い顕微鏡。見てもらえないですか。いや、ちょっと興味ありますね。多分ね、想像を絶する値段だと思います。うわ、じゃあちょっと見させていただこうと思います。はい、お願いします。楽しみ。はい、ではこれからとっても高価なすっごい顕微鏡を見させていただこうと思います。バイオナノテクノロジーセンター。よろしくお願いします。工学部の原教授です。はい、よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。ちょっとこちらにすんごい顕微鏡があると聞いたんですが、こちらなんです。あ、部屋になっている。すごい。あ、え、ちょっとイメージよりでかすぎて、なんかこういうののイメージですか、やっぱり顕微鏡ってね。はい、これ五島ってことですよね、多分。五島。すごい。これが、はい、一つ、はい、わかんない。声も出なかった。ちょっともはや想像絶する。え、この部屋の機器全部合わせて、はい、ここだけで、なんかもう何も触りたくない。めっちゃ怖い。ちょっとこの部屋絶対に余計なことしないんで。はい、
この顕微鏡は何をするものなんですか？はい、この世のものは小さくすれば原子でできています。はい、この顕微鏡は原子が見えるまで拡大して見ることができる。分子のもう先、さらに分子は原子でできる。そうですよね。その原子までもこう見ることができるということになります。じゃあその原子で見える顕微鏡でこうできることというか何をされてるんですか？はい、私は、学生さんと触媒というものの研究をしてます。はい、でその触媒というふうなのはいろんな形があるんですけど、はい、私が作ってる触媒は小さな分子が入ってくれる部屋があるんです。その中で反応を起こすんですけど、その部屋がどんな形になっているかというふうなのを自分たちが作ったものをこの顕微鏡で見て確認するために使ってます。はい、普通の顕微鏡はこの覗いている先に置く、はい、資料を置くような感じなんですけど、この顕微鏡の場合ですね、頭の上のちょうどこの棒の先ですか、はい、ここに資料を置きます。ほう、でこのすごい大きな筒の中は、空気がない真空の状態なんです。はい、で上から電子が飛んできてですね、資料に当たってそれを拡大して、人間の目では見えないのでこの中に CCD カメラがあって、はい、ここにこうモニターがありますので、はい、ここのモニターを見ながら調節して、拡大していくというふうな、そういう使い方になってます。今何か見ることとかできますか？はい、そうですね、うん、ではスタートビューを押すと、像が見えるようになります。あ、これが、はいはい、ちょっとしましまに見えますかね。はい、今観察している触媒は小さな部屋に分かれています。ほう、これは普通の顕微鏡では小さすぎて見えないんですけども、うん、今こうやって拡大してみると自分たちが作った触媒の部屋が、小さな部屋が今見えていることになります。今見てるのはこれ例えばこう何につながっていく研究というか、はいはい、例えばいろんな応用がありますけど、今世の中にある燃料であったり、材料ですね、いろんな化学の材料は石油からほとんど作っているんです。でそれを使い終わると二酸化炭素が増えていくというふうなことで、例えばこの触媒がその悪役である二酸化炭素を原料にして燃料を作ったり、人間に必要な材料を石油でなく作るというふうなことに使えるのではないかと、まあ、そういった近い未来の社会に貢献できる材料作りができないかなということで研究を日々学生さんたちと一緒に頑張ってます。すごいですね。ちょっと貴重なものを見せていただきましたね。多分普段はここにも入れないと思います。そうですよね、はい、そっか、はい、めちゃめちゃ貴重だ。2人の方に許可を取ってここに来ました。ありがとうございます。本当にいいんだけど。何ですかここ。待って誰か出ちゃった。誰か。あ、待って。先生ちょっといいですか。蓋くるくるするの怖いんでやめてください。本当に絶対に開けないと思うんですけど。チャンネル登録よろしくお願いします。